最初はグー、じゃんけんグッチー。おはようございます。グッチーです。今日はいつもですね、よく撮影に使っている池の公園でですね、撮影しております。まあ、気づいた人はちょっと気づいたとは思うんですが、前回アップした動画を今ちょっと消している状態にあります。なのでですね、ちょっと理由はですね、複雑で結構説明すると長くなるので、それと、まあ、人のことはね、いい悪い関係なしに悪いことを言わない方がいいと私の考えで思っていますので、そこはですね、言わないようにします。まあ、ちょっと想像してもらってですね、申し訳ありません。前回の動画はちょっとやり直しで、また編集をし直しましてやります。これからのグッチャンネルはですね、しばらくちょっと一人でやろうと思ってます。それで私はちょっと今、本業状態にある、営業の仕事がちょっと忙しくてですね、なかなかちょっと編集に時間を割けないので、まあ、撮影にね、工夫して、できるだけ編集が少ないような動画になるとは思いますが、ちょっと、一からね、やり直すつもりで精進いたしますので、最初はちょっと、多めに見てください。ちょっとずつ成長してまいります。それですね。前回、グッチー道場の稽古動画、試合シーズンに入りましたので、上げましたがですね、消している状態にありますので、昨日もですね、恒例の稽古会しております。試合も近づいてきておりますし、試合出場希望者も多いのでですね、しっかり稽古をやっていこうということで、ま、気持ちの面で結構大切な部分であります。それで、グッチー道場の一番弟子であります、春樹くんですね。なかなか最初ね、体も細いし、ちっちゃくし、相撲もやったことがなかったから、なかなか結果が出ない状態ではありますが、どんどん良くなっております。相撲というのは稽古から勝ち負けがはっきりしますので、性格により、まあ、気持ちが強くとも、結果が出ないと、やっぱり苦しくなる、嫌になることもあるかもしれない競技ではございます。まあ、それの中でですね、勝った時の喜びはすごいので、根気よく続けたものが、結果が残していけるという、思っておりますので、諦めないものが結果を残すと思ってますし、稽古に来てる間はですね、どんどん最大にグッチができる限りのお手伝いをしたいと思ってます。で、今回流す動画はですね、ちょっと、見た目的にですね、どう映るかわからないんですけども、相撲の稽古ってですね、ちょっと一歩間違えるといじめに見えたりだとか、拷問のように見えることも、そういうふうに映る場合もありますが、まあ今、グッチー道場ですね、試合に向けて必死に頑張ってる少年、春樹くんがおります。その稽古の風景をちょっとアップしたいと思います。参ります。そうだ。グッチはですね、これから前の動画見てない人も結構すぐ消しちゃったのでいると思うんで、新たなチャレンジを行っております。これからですね、肉体改造、過去一の体を作りつつ、どれだけね、若い時の体に戻せるか、それ以上になれるのか、いろんなトレーニングをですね、積み重ねて、その動画もアップしつつ、その過程を追っていきますので、ぜひ見てください。次回はですね、ちょっとトレーニング動画アップしたいと思います。それと元力士がどういうふうに増量しているのか、これからのね、スポーツで増量しないといけない競技もあるし、参考にしていただければと思います。それではお楽しみしてください。それでは稽古動画流します。どうぞ、ご覧ください。出ろよ。そんなことない。
準備しました。準備しました。準備しました。一番簡単、悪い。シャッ。はい。はい。はい。どうする？右。いつも通り右。はい、自分で工夫。人は助けてくれないぞ、どうするわ。はい、自分で。自分で自分の身を守れ。やれるのか、やれるのか。はい、ケツな。キュッ。おい、やめな。はい。Whoa!
ほら、これのスピード、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 終わるぞ。目標。